お声でで皆さんにですねお話をしてていけたらなと思ってま,すまあ雑談みたいな感じでね僕が喋りたいことをただ一方的にしゃべるような感じにはなっちゃうんですけどもしお暇なら聞いていっていただければなと思いますでまあ今日ね話すことなんですけど、まあ、タイトルに、まあ、あります通おり、まあ、僕もともとこう、ね、自分でカチャカチャってこうホームページ作ったりとか、まあ、ブログですかねちょっと作ってたんですけど、まあ、最近ちょっとこの衛 s もあるとか 他の YouTube のチャンネルとかに動画作ってた関係でほとんど更新をしてなくてですねやってる時は美味しいご飯とか他にやってる YouTube のチャンネルの動画を紹介したりとか今後いろんなことを書いていこうかなって思ってたホームページもブログなんですけどせっかくこういったものがあるんだったらねこの ASMR のチャンネルも何人かの方にはね見ていただいて コメントもしていただいて、もう嬉しいことにリクエストもいただいたりとかもしているので、こう、私が個人的に思う、例えば、好きな ASMR のチャンネルだったりとか、まあ、好きな動画だったりとか、まあ、寝るときに聴いてる動画だったりとか、まあ、あとは、他の ASMR の動画投稿処理とはどんな機材使ってるのっていう、まあ、そんな質問を受けたりもしているんで、まあ、そういった質問とかね、もしあれば、答えていったりとか、まあ、あとは、 この、まあ、聖夜 ASMR のチャンネルがね、まあ、どういう過程でこう,成長、ね、こう成長していったのかっていう、登っていったのかっていう、まあ、その成長過程の記録っていうんですか、まあ、日記っていうんですかね、まあ、そういうのをつけていくような感覚で、この、まあ、ブログというか、まあ、日記なんですかね、何になるのか分かんないんですけど、ちょっと始めていこうかなって思ってます。で、この動画がね、あのアップされた時には、 もう何個かそのブログの中に記事があると思うんでぜひ見ていただければいいかなって思いますまあね興味なければね、まあ、スルーしていただければと思うんですけど初めの投稿は確か ASMR とは何ぞや ASMR と音フェチの違いって何っていう、まあ、そういったところの記事から始まってですね ASMR チャンネル始めましたっていう記事もありますもしよければ 概要欄に URL 貼ってますのでそこからまあ見ていただければなって思いますまあ正直ねこの動画と一緒でクオリティもそんなに高くもないんですけどま自分でちょっとワードプレスにインストールしてみてまあちょっとテンプレートを見つけてまあちょっと自分で作ってみたっていう全部もうなんかオリジナルで作ったなんか素人の作品みたいな感じなんでまあ,あんまり期待は しないいいいで見た方がいいと思います、まあ、ご飯のね写真とかも載ってるんですけどその写真の加工だけはうまくいってるんじゃないかなって美味しそうに見えるんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、ブログのレイアウトとかまあ文章の書き方とか結構まだまだ不慣れというか素人っぽさがまだまだ抜けないんで温かい目で見ていただければと思いますであれですね意外とまあブログの 始めましたっていう雑談結構長引くかと思ったんですけどもう今で多分5分いってないですよねこれこの動画意外と喋ることないですねちょっとコーヒーでもはいあちなみにねこの動画あげる時はちょっとチャンネル登録者数わかんないんですけどこの動画撮影してる 今日、今日ですね、今日はあの、チャンネル登録者50人、ね、ちょっとまだまだ50人なんですけど、行くことができました。あの、皆さん本当に見ていただいてありがとうございます。本当に感謝してます。いつもね、コメントいただいている方もね、本当にありがとうございます。まあ、これからもですね、もっともっとたくさんの人に、いい睡眠をとか、まあ、癒しとか、そういったもん感じていただけるように、動画作りをね、まあ、頑張っていきたいと思うんで、ね、これからも、 よろしくお願いしますもうおそらくねこの動画を上げる時も1日1本ぐらいでは上げれてると思うんですけど正直ね毎日1本で結構まあスケジュール的に厳しいとこがあるんでまあ、2日にいっぺんとかねっていうペースは最低でも守れたらいいかなって思ってますあちなみにこの僕がの作ったねブログの名前これ MZ や 言うんですけど、僕の苗字 M なんですよ。で、この ASMR チャンネル、セイヤ。M セイヤ。com。まあ、これがブログのドメインの名前なんですけど、まあ、MSE-AYA、e、で、まモリアリエムズヤって、読めたんで、ちょっとよろずヤっぽい感じでね、ちょっと名前つけれるかなっていう。ちょっとこのアイコンもよろずヤっぽく作ってみました。まあ、あんまりね、 こう深い意味はまないいんですけどまいろんなねこう情報とか物とかまそういったものがこのサイト一つでいろんな人に届けれたらなっていう思いでは作ってるのでま今後今あるのが確かグルメとファッションと ASMR ですよね他にもいろんなねま僕まだ公開してない知識とかもあるのでまそういったところでま少しずつねこのブログも更新していって ASMR と一緒ですね まあ多くの人のね、まあ、生活に何かこうプラスになるようなことを提供できたらなと思いますので ASMR チャンネルと、ね、このブログともとも応援お願いいたしますね何回応援お願いしますってあの所々で言うねんって感じですけど本当にね今後ね頑張ってね、まあ、YouTube で生活できるぐらいには頑張りたいと思うんで是非皆さんもっと動画を見てください でこの M ズヤは私の個人の名前ね、まあ、がっつり出して運営してるんですけどこのチャンネルではセイヤっていう名前でやってますのでご理解お願いしますはいそしたら今日はこれぐらいでまあ小声雑談終わりたいかなって思いますまた話し足りないこととかあったらちょくちょく小声雑談していきますのでその時もまた、まあ、雑談は正直あまりくだらないこと多いんで今の時にね暇つぶしぐらいで 聞いいいいてもららえたらいいかなと思いますそしたらですね、まあ、今回のね、動画、ちょっとでもいいなって、ちょっとだけですよ、ちょっとだけでもいいなと思うところがありましたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。